今日は空畑区にてガトーショコラを作ります。とは言ってもね、手元がね絶対映らへんけど、まあいけるやろ、いけるやな、いけるやろ。では早速、あやばかったね。まあ、別にタンクトップだからいいけど大変だったね。なんか長いと思った、はい、これだ、これで、これが正解だ。じゃあ手を洗おう。イエイイエイ。なんども洗ったけど、キレイ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 。ちゃんと洗っとかへんかったらな。嬉しい。ガトーショコラ、しかも材料3つしかもしかもしかもヘルシー、ハロフィール、ハロフィール、ハロフィール。言わないやめて。洗った？洗ったよ。どこまで映ったんかわからんねんけど、パちゃんの画面ちょっと確かにどうなったら、こっちずらして触ったか、また現れてきた。まず用意するものは、はい、まず用意するものはこちら。じゃんじゃんじゃん、ダカント。よし。そしてこちら、そしてこちら、じゃん、ココアパウダー。で開けますよ。ドゥドゥ。卵。卵。じゃん。三つ。しかも広島県産の卵。イエーイ。あ、ダメだよ。口に入れてない。卵三つ。卵買いました。それでは早速やっていきたいと思います。まず卵を卵黄と卵白に分けます。私暗記したから大丈夫よ。マジいけんの？いける、天才。マグカップでいい？うん、ありますか？これでいい？うん、ごめんね、全部準備してもらったろ。こっちに卵白、卵黄、卵白、うん、卵白、卵白できるの？卵白よね、うん、上手にできるの。うん、そらちゃん意外と天才なんですよ、これできちゃうんですよ。お天才やね。殻入れちゃった。大丈夫、捨てるやつも袋あるよ、ほらフェイスシュタル。ありがとう。はい、片手割りできちゃう人？うん、できない、さすがにね。え、これでかくない？ちっちゃくないかな。確かモコモコにするな。もう大丈夫、大丈夫か。今サーハさんが卵白と卵黄に分けてます。上手でしょ、すごいね。うん、これだけ、これだけはできるよ。他はできんの？うん、無理よ、片手割りできんの。ありがとう。最後はい、その次工程して、その次、これを泡立てます。あ、コンセントなくね。え、あるよ。うん、ほんとだ。え、今知ったの？うん。ベーン、ボエーン。はい、いきました。これを混ぜます。卵白を混ぜます。はい、コンセント差します。こちら、私が去年 PR 舞台の、あの投票期間中にね、餃子作りをするために買ったハンドミキサーちゃんです。今日はガトーショコラを作ります。ソラパセ、何でしょう。これが卵黄。はい、卵黄です。これこれ回してみる。え、怖い。え、怖いね、確かに。え、これ1年ぶりに使うんだけど、ワインって動いてる間に入れるの？え、さっき洗ったから水が飛んでくるね。
大丈夫かな、いるよね、いくよ、頑張る、え、頑張って、え、怖い怖い怖いね、ちょっと待って、ラブのインパクト、待って、飛んでる、え、飛んでるよ、飛んでるね、え、待って待って待って、どうしたらいいんですかこれは、ちょっと待って、お風呂場でやってきてよちょっとお風呂場で、ね、やる、怖くない、え、飛ぶよ、どうしたらいいんだろう、斜めにして入れ、斜めに、あ、違うんじゃない、え、斜めにしてウィーンってやるから、ウィーンって入れちゃう、え、ウィーンって先にやる、いや、入れてからウィーンってやるよ、入れてから動かしてますよ、待ってて、入れてから動かしてる、いけ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 る、あ、いける、いける、いける、いやー、逃げないで、違う違う、拭くの、さっき取られたからね、ごめんね、いいよ、今は泡がモコモコです、こぼれないかな、どこまで泡立てるの、めっちゃモコモコだったの、マジ、ね、全然違くない、え、そんなことなる、ならんのかな、イエーイ、ダメ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 、ごめん、お互い子供だったね、なんか私みたいに飛びちゃう、うん、ごめん、行くね、はい、え、怖いんだけど、いけ、え、乗らない、下で押して、え、工事現場って言われてる、 え、まだ角とか立たないね、まだだね、なるこれ、ならない、そこずってるね、うん、トマト見せる、これで見せる、そうなんだけど、確かにね、ちょっと 4D になるかも、え、ほら飛んでくるようになっちゃった、どう頑張ってもさっきまで飛んでこなかった、え、でもほら、でもその分硬くなってる、これにラカント大さじ3入れてまた混ぜるの、分かった、じゃあちょっとラカント入れよう、飛んじゃうこれ、はい、ビヨーン、ラカント、はい、ばちゃんどうする、ラカントばちゃんいる、はい、手洗います、オッケー、スマホ触っちゃった、
分ありますか、大さじ。あるよ。あ、でもグラム測る。あ、うん、大さじ3、これ下に引いて。はい、で、これかんと。スプーン。はい。美味しくする。でも固まってる。潰せいい。今はガトーショコラを作ってます。なんと卵3つとラカントっていうお砂糖、甘味料、うん、30g、 本当は40、大さじ3。何がラカント、ラカント大さじ3。じゃあ45g と、うん、あとココアが 40g なんですけど、ココアが、え、そう思ったら結構な量って感じしません？まだいい、いや、2人で食べよう。待って、これで0、2g。 うん、めっちゃいっぱいつく。昨日の夜だっけ、今日、うん、今日だ、今日の夕方にね、作ろうってなって。食べるのは明日なんですよ。そう、1日寝かした方がいいらしくって。 45g 相当ですね。マジでやばいね。え、なのにでも糖質低いでしょ、ね、すごいね。仲良くさせてもらってます。そう、ソラハもあんまりお料理してないな最近。なんかの時お料理したけど忘れちゃった。やば、 45g 恐ろしいですね。ギリ足りるか。大丈夫。まあめっちゃうまい、ね、食べたいね。あ、いいか。あ、40ぴったし。45ぴったしだ。で、ちょっとこれ飛ばしそう。ソラハやる。あ、でも一回さ混ぜればいいか、これで。うん、確かに。これでさ、こうやって混ぜてさ、うん、賢いね、ソラちゃん。うん、ソラちゃん賢い。やばい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 。普段のが出てる。普段のが出てるよね。ショールームで見せたことないところですね。こうやって最近赤ちゃん扱いされます。うん、シャンちゃんすごいよ。はい、卵黄も混ぜますよ。はい、卵黄は私が混ぜます。すごいね、卵黄って。ご飯作ったの。え、絶対美味しい。今度する。え、よき。飛ばないかな。確かに怖いね。ちょっとガードして。なみ、エプロンあるよ。エプロンあるの？一着だけならある。そう、着る、着ようか。うん、持ってくる。あ、でもね、そこまず冷蔵庫の横に取ってあるの。本当だ。あ、これ、そう、割烹着ってやつ。おい、ファンの方からいただいたんよ。へえー、もうほんまに5年前ぐらいにドラさんでお揃いですって言ってくれて、うん、嬉しくって置いてる。ドゥ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 。あら、私の配信では安心だね。これで飛んでもいいや。じゃあいきます。手を洗いました。どう？あ、飛ばない飛ばない飛ばない。今は卵白を混ぜたのにラカントを 45g 大さじ3杯入れてまたまた混ぜてます。はい、泡が立つまで混ぜます。はい、え、これを、ただこれあるなら私めっちゃお菓子作りできる。お菓子作りしたいなって思ってても、これ持ってないからできんかった。え、これでもね、お菓子作りしたくてこれゲットしたけど、オーブンないからできんかった。え、いやいやいや、定期的お菓子、うん、定期的お菓子作り。はい、パちゃんがミキサーを持っとって、ソラがオーブンレンジを持ってます。そう、ラカントもちょうど持っとった。ね、すごい。あの、ボールもソラが持っとった。ボールとソラ持ってるね。え、測るやつ持ってる。これ買ったね。あ、確かに。これ買いました、今日。そう、このね、配信のために。え、私作りの
の道具とかって結構他にもあるのかな。クリーム絞ったりしてみたいな。え、作りたい。え、ケーキ作ろうよ。え、そらほさんの誕生日ケーキ自分一緒に作るの。一緒に作ろうかな。で、これさ、お水入れてココアも入れるんだって。無理よね。あ、じゃあ器変える。いいよ、なんでも使って。うん、ボールでもなんでもいい。うん、ボールもあるよ、ちっちゃいのだったら。皆さんは今配信を見ながらご飯食べてくる。奥、右奥にね、あるかも、近いやつが。できて。ご飯食べてるのかな。あら、おじ。ただいま、ちなみにこんな感じです。もうちょっとです。もうちょっとします。黒飛びしちゃってるんですけど。では同時進行でこちらの卵黄、卵黄と水 40g 混ぜます。そんでもってココアを 40g 入れなきゃなんですけど、ココアは 30g しか入っていませんでしたので、今日は少なめで、うん、料理初心者の一番いけないこと、これがね、アレンジすること。そのまんまやらないよね。そう、メレンゲです。もう結構すごいね、メレンゲって、すごいね、同時じゃん。やろう、うん、お水どうぞ。あ、浄水 40g 浄水。そう、あ、ちょっと流しとって、はい、ちょっと出しながらして。あった。あ、流して、まあいけるか。 40g なんかコップでも。あれ、あれ、ああ、いいよいいよ。そう、ココアさんは入れない。これでいい。あ、そう、ちっちゃいの買いでしょ。はい、ミニルバニアファミリー。これ100均で可愛くて一目惚れして買ったんだけど、使わんのよね。1回ぐらいしか使った。パティシエソラハ、パティシエの学校行こう。見て、こう見えてなんかあのお仕事のさ、体験できるやつ、うん、ケーキ屋さん行ってケーキ作ってたから。へ、何ケーキ。え、でも最終日に、うん、あ、前日に、なんかあのスポンジ焼いて、うん、で次の日にデコレーションだった。へー、ホワイトじゃない、普通のショートケーキ。あと名前全部覚えて、うん、あのやってた。何の名前。ケーキの名前。あ、売るの。こう売って、はい、箱に入れたりしてた。すごい、こう見えて。で、広島では美容室行った。意外と女の子じゃない。選べるんですか、それは。え、そう、候補があってやった、うん、だからそれは広島でも兵庫でもやった。修学旅行。修学旅行はなかった、うん、両方とも被らんかった。ああ、そうです。そうそうそう、悲しいよね。え、パスは、うん、保育園の全部保育園。え、すごっ。あ、大学とかも、あ、高校とかも、うん、小中高全部保育園。すごい、いいね、保育園。え、ちっちゃい子好き。うん。え、じゃあ妹もうできないけど。妹だから、うん、もうでき合いしすぎてきて、うん、違うよ、空の妹だよ。あ、妹さん。え、待って待って待って、待って、よくない。見せたい、みんなに。これお花形にできるの、みんなに見せる。パセルームに移動だ。ギャーン。ちなみにこれ誰がやってるの。これ、今のさはちゃん。あ、写す、いいの。いいよ。どうも、さらさちゃんです。頑張ってます。美味しくなーれ。やばい、やばくない、やばくない、やばい、上手だね。やったー、天才ちゃんでしょ。上手、かわいい。彼女やん。彼女。うん。
ってくれたそらはファンの皆さん、パフェルーム結構すごくない？すごい。すごい天才じゃん。やばいね。ちょっと明日から学校行ってくるわ。その機会すごいって。え、なんで、なんで、うん、最後の最後に。え、よくない？やばいね。やばい。もうちょっと行く？もういい。手洗います。あ、無視されたあ、無視してないよ。あ、待って待って、メレンゲあんまり立たすぎると良くないだって。そうなの？そうなの。じゃあもうこのぐらい、え、ってか立たんぐらい？あ、立つわ、うん、このぐらいでいきます。はい、ありがとう。うわー、すごい、君天才だって。よいしょよいしょよいしょ。お、今おばちゃんが卵黄とココアと水を混ぜてくれてます。その混ぜたやつをこの中に入れて、次ヘラで混ぜろや。絶対この中じゃなくてこっちです。こっちをちょっとずつ入れてます。入る？もう無理やったらハムコシ。うん、そうだね。そう、ヘラだって。ヘラあるよ。あるの？これもういいじゃん。うん、ありがとう。これどうやってさ、先方直す？先端の？あ、先端、先方、急に仕事へ。先方ってここでロック外せる。あ、逆、そう、ベーふぅー、ついちゃった。はにゃんにゃん、いいよ。大変大変。これをさ、ひなさんはさ、一人でしてると思うと思うけど、すごいね。うちら二人で精一杯や。よし、見て、美味しい。これだけ食べようや。これは卵黄と水とココア、ココアを混ぜたやつで。ココアかっこ嘘、かっこ嘘。スイパラのココアさん。これさ、1日寝かせれるって。え、無理かな、夜中食べちゃう。え、やばい、どうしようね。え、その次ヘラ、あ、ヘラ洗っとこうと思って。ありがとう。何でもあるね、それも。そうだよ、私なんか作ったんよ。あ、だから自粛期間中、うん、もう暇すぎて、あのめっちゃね、クッキーとか作っとったんよ。その時配信でね、ホットケーキミックスさ、うん、あったから。すごい。ココアパウダーは純ココアパウダーよね。純、あ、でもこれは純じゃないかな、もしかして。100円ショップの、100円ショップダイソンさんのね、ココア。よし、美味しそうだ。ヘラ1個しかない。あ、これはヘラじゃない。私はお家にオーブンがないからね。そう、ソラハがオーブンあって、ハちゃんはこのくるくる回すミキサーが、うん、私は配信で料理配信するの嫌なんですよ。なんで？だってコメント欄で言われるのが嫌だ。ああ、確かにね。でもソラハはもう頑固だから我が道を進む。まあ食べるのは自分やし。そうだよ。そうなんですよ。別に食べないのにさらに慣れる。わーってなるから、やめた。いいよ。大事。うん。私も我が道を言って、うん、頑固だから。うん、お互い頑固だよね。うん、頑固。なんか喋ってる、これじゃない、うん、なんかずっと喋ってるなと思ったら。本当じゃん、携帯が YouTube が喋ってる。このケーキのレシピの動画の方が喋ってた。これで混ぜる。うん、ありがとう。え、それ混ぜるの得意。あ、本当？こうやってあれ、めっちゃね、動画見よったやん、うん、チュンチュンキューン、あ、チュンチュンキューンみたいな。あ、見せてあげる。え、恥ずかしい。やだ、恥ずかしい。また違うよって言われるかもしれんや。確かに。まずはこのぐらいでいいか。え、やばいね。すごいね。やばいね。でも余熱さ、まだ余熱されてんの？これ。これな、もう一回やっとく一応。余熱したんだよね、うん。みんなも食べたくなるんじゃない？え、いい匂いする。ね。これもいらんか。うん。かわいいね、そのヘラ。え、これ100均よ。いいね。
え、セリアだったかもしれん。セリカ、うん、天才やん。セリカ天才。はい、ありがとうね。でも本当に簡単。まあお砂糖がね、ラカントっていう、まあ砂糖でもいけんのかな、うん、ダイエット向きのねレシピを私たちは選んでるから、あれです。糖質どんぐらいあれなんだろうね。うん、こんばんは。今日は久しぶりになんだっけ、ここキッチンに立ってます。そらはは、ファちゃんは結構ね野菜サラダ作ったりとかでキッチン立ってるけど、うん、私マジで立たなくなっちゃったので、なんか自炊した方がね、うん、食費もかかるし。だけどこうやって2人暮らしとかやったらさ、うん、いいんだろうね、こうやって、あ、こうやってってか同じ2人暮らしはしてないけど、うん、してないけど、本当にしてないんですけど、うん、配信見たら分かるか、うん、してないんですけど、こうなんか2人とかなったらさいいんだろうねきっと、分け合えるからね。そうだってさ、お肉もさ、うん、無理じゃないね、食べきれないね、お野菜とかじゃ、うん、だってさ絶対不定期だもんね、お仕事に。150g ぐらいはある。確かにね、そらはさうまい、うん、え、だから意外とね、うわっ、あいしょ、舐めたいね。でもこれヘラじゃ取れないかも。そう、ほんとほんと厳しい、厳しそう。それはダメだ。あ、こうやって見たら姉妹やな。やって、え、ほんとや、姉妹に見える。だってやったー。なんで、うん、どっちが姉ですか。こっち。まあうちがやってるから、パちゃんもやる、やらない、うん、こっちいいやって、うん、やってくれるんですか。え、いいよ、投げるじゃない、今混ぜるの好きだから。今日言葉やばいくない。今日なんか、まあいつもか、ごめん、うん。なんかね、他にも言ってる、うん、あ、そっか、エプロン1個しかないから。そうだね。でもハンド忘れ見たらもういいもんな。確かに。え、どうしよう、いいよ、スプーン使って。まだあるよ。あ、ほんと、うん、いいよ。確かに、もうあとちょっとだね。ね、もう焼いたら完成。でもみんなはさ、完成してもさ食べれない。ソラハさん妹。ソラハさん妹なの？悔しい。夫婦だとしたらどちらが夫？ソラハ。なんでかっていうと、いや、亭主関白だから。何？亭主関白だね。もうすごい。ね、何亭主関白って？なんか貫禄があるみたいな。何亭主関白って？誰教えてください。亭主関白、自分勝手ってこと？違うよ。で送ってきた。違う。絶対にそう思いたい。あ、だけか。残念ながら違います。違うね。卵白の一種。え、おもろい。亭主関白。パック。面白い。パックね。おもろい。匂い今回の確かにね、4D っていう機能をつけてもらえる。亭主卵白やね、それ一番面白い。亭主関白とは、ね、亭主関白って何？待って待って、これが答えだよね。絶対亭主が関白のように家庭内で威張っている状態。威張ってないよ。威張ってないね。こういうとこなんだろうね、うん、夫のが権力持ってるってこと。権力持ってないよ意外と私。本当？うん、最近は分かったっていうようにしてる。我慢してくれたの？ごめん、それは。ばあちゃんも眠たいしね。寝ても寝ても疲れが取れるらしい。そうです。違うさんはそういう意味じゃない。夫なのは、もし夫婦だとして。何ですか？さらは剣道してて強いから守ってやれる。守ってやれるの？守ってやれる。だから、うん、夫ど夫婦でって言われたら、そう、姉か妹かって言われたら多分妹だと思う。ちょっとわがままなとこあるから。自分でも分かる。だから最近は我慢しよう。うん、偉いね。昨日も言ってたもんね。え？言ってましたね、昨日、うん、我慢してます。そう、我慢してる、うん、守る、守れる私は。
市内、え、市内なくても行けるようになったし。もったいない。なんか綺麗に撮ってしまいたい。市内？市内持ってなくても行けるよね。うん、市内持ってるとこ見たことがないんですよね。リアルで。うん、いつでもやるよ剣道。家で。やば。今から減らす。もういいのかな。いや、ちょっとさ、うん、固まってるからさ、やらへんかった。え、なんか最近汗がちょっとたまに関西弁出るようになってるんですよ。どんな時？え、なんかの時あったくない？でもあれ別にイントネーション、関西弁やったね。あー、あった、イントネーションが。見て、あ、誰？ティッシュ持ってくる。あ、ウエッティあるよ。ウエッティあんで。ウエッティあるわ。あ、ほら、あるわとか関西弁になるんですよ。ゴムベラでやってます。今ベラでやってます。ベラ床にチョコこぼした。うん、あ、こっちゴミ箱あるよ。ほんま、どこ？あ、ここ。あ、それゴミ箱。これゴミ箱や。映さないでだって、ごめんなさい。そう、私さ、九州の方言、九州の人喋ってた時しか出らんけんさ、うん、でもたまに出るよ、うん、それは一部3割だね。じゃあヤンちゃんとかと喋ったらめちゃめちゃ出る。え、ヤンちゃん出ないな。サヤンあんま九州の言葉じゃないから。あ、そうなの。面白い。サラビとか、あ、